ファンタジーを見てみれば、全員がチキン南蛮という驚異の人気商品。しかし、出てきたチキン南蛮、ちょっと変わっていませんか？そこで、なんちゃんのチキン南蛮をじっくり見てみると、あのチキン南蛮の代名詞ともいえるタルタルソースが、ないじゃありませんか？そう、この店のチキン南蛮にはタルタルソースがついていないんです。その理由は、この店が元祖を名乗ることと深い関係が。うちの親父が一応まかない料理から考え出して、作り上げた。実はチキン南蛮は昭和40年頃延岡にあった洋食屋ロンドンがルーツといいます。そのチキン南蛮にはタルタルソースがなく、甘酢だれに漬け込むシンプルなもの。なおちゃんではその先代のチキン南蛮